おふくろが離婚したのは俺が中止の時だった。あの夜俺は止めてある真っ赤な台車を蹴飛ばしてナイフを胸に街を歩いてた。そんな俺を探していたのはあいつだった。拳握り俺を殴る。あいつの目がやけに優しく温かかった。暑い夜だった。電柱の陰で男に抱かれているおふくろを俺は見てしまった。おふくろだって女だとあいつはことも嘆いに、しっかりしろと背中をどやしたよ。俺がグレーズ今日までやってこられたのはマサオがいてくれたからさ。俺にとってはかけがえのない大事なやつさ。あいつ出ていくという店で知った女連れて、この街から俺を残して出ていくという。マサオ行くなよ。
暑い夜だった。電柱の陰で男に抱かれているおふくろを俺は見てしまった。おふくろだって女だとあいつは子供を投げにしっかりしろと背中をどやしたよ。俺がグレーズ今日までやってこられたのはマサオがいてくれたからさ。俺にとってはかけがえのない大事なやつさ。残してあいつ出ていくという店で知った女連れてこの街から俺を残して出ていくという。マサオ行くなよ。